はい、マノチです。よろしくお願いします。栄冠やっていきましょう。今日は秋の県大会2回戦ですね。まずここに勝って地区大会行きましょう。よし、行くぞ。まあ昨日はね、自慢の機動力野球でビシッと勝ったんで、今日も機動力野球を見せていきましょう。はい、嘘つきました。機動力野球って何ですか？わかりませんできません。坂本かな。平山動かして、なんかわかんないけど俺平山好きなんだよな。坂本で、よし、頑張りましょう。塩崎頼むぞ。一丸となってひたすら勝利を目指します。第2回戦の模様をお届けいたします。一塁側柳、三塁側勝浦。拍手に送られて守りに入りました。ユニフォーム似てんな。第2回戦プレーボールです。強いな。ワンアウトランナー一塁という場面で、バッターは1年生龍馬。マウンド上は服部。走れそうだったら走らせたいね。クイックイか、よくないな。打撃力のあるピッチャーですね。肩 B か、早球 C。 それでもいってほしいな。昨日よりはマシか、昨日の相手よりは。ただ全然うちより格上は格上だから、まあちょっとギャンブル性はあるけども、走れそうな時に走っとこう。第9位の走り、ボールを2塁へ送った、イエーイ。ランナーが1つ先。はい、機動力野球。しし、2塁ランナー抜いていった、ライトバックホーム。龍馬いいバッティング。柳、キャッチャー二塁へ送球、盗塁成功。ランナーが二塁に。二塁タッチセーブ。打った、これはいい当たりだ。打球はそのまま伸びていく。うーわー、守備力あるな。うちだったら追いつけねえわ。柳、ここで伝令を送りました。監督からのメッセージがラインに伝えられます。緩急でいきましょうか。塩崎踏ん張れ。よし、これ以上の失点は正直きつい。頑張れ塩崎。打った、強い当たり、伸びた、伸びていった、入った入った。強い当たり、江川行け。柳ピッチャーを、すげえ無理なこと言うようかもしんないけど、絶対に抑えてこい。絶対に抑えろ。外のボール球、よし。野本自らベースを踏んで3アウト。5回の頑張るぞ。5対0勝浦リードを5点としています。おう、柳、ッタクラクレー、さらに伸びていく。坂本すげえな。ホームラン、ツーランホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった。一気に分かんなくなったぞ。ホームラン、今チームメイトが迎えます。
柳京。頑張れ江川。打ちました、痛烈、破った、宮内二塁回った、小出ナイスバッティングです。頑張れ。疲れ。柳ピッチャーを交代します。頼んだぞ奥山。よし、奥山ならいける。打ちました、センターへ上がって、まあ、絶対取れ絶対取れ。よし、ボールは中継、今村センターへの犠牲フライ、勝浦1点入りました、6対2。バッターはピッチャー服部、今日はここまで4。奥山頑張れ。打ちました、ファー、ショート右横のゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。点取るぞ。いやー、小金井が出てたら面白かったけどな。ファイトは取っとく、まだ確絶対に回ってくる、というか回す、もう一回坂本まで。スラッと1点取られてるのがきつい。柳、ストレート、頑張れ。直球、よし、逆転するぞ。7対2、勝浦リードを5点としています。おう、9回の裏、逆転するぞ。流し打ち、ここは守備に阻まれました。これでワンアウト、ランナー、バッターは2年生平山、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。突破口が欲しい、何でもいい何でもいい、突破口が欲しい。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト、バッターは守備できねえけど知らん、ホワイトは なんとかしてくれ。昨日の試合もお前からだった。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。ルイデロ、ゲームセット。柳、力を及ばず敗れてしまいました。服部、見事な完投勝利です。ちくしょー、残念ながら2回戦敗れました。あざしゃ、いやー、ちくしょがスライダー覚えちゃった。まあしゃあないですねしゃあないですね。いやー、パン屋に泊まり、赤マスしか泊まれねえ。練習試合来た、明日やるか。練習試合やるのは全然いいんだけど、何かこうこれを試したいなとか、そういうことを踏まえての練習試合やりたいよね。ただただただ試合をするのはなんかもったいない気がするんだよね。なんだろうな、何できる。
打順いじってみる。正直そんなに悪くはなかったよね。ただまあ打順いじるぐらいしか思いつかないんだよな。ナルト学院だ。やめる。こっちにするわ。上昇学園でいいのかな。10月。悔しい結果ですな、これは。平山パワーだいぶ上がってきたな。ミート40になったらまた変わってくんじゃないか。ただまあ一つ分かったのが、いいのがまあ走れるから、だいぶ走れることが分かったから、イーノの後に野本とか置いてみるか。ちょっと5番が弱くなっちゃうか。あ、それでも小金井能力的には問題ないな。全然チャンスも C だし、ちょっと小金井5番に置いてみますか。平山8番バッターで、まあこんな感じでちょっと練習試合挑んでみましょうか。よし、では終わりましょう。明日は練習試合からですね、勝ちましょう。いやー悔しかったな、何にもできんかったな。坂本のホームランなんかすごかったけども、4番変えてみるか。いやー4番は笹本だろうな。だって他がいないもんな、4番できそうな。4番に置いといてなんか頼れそうな選手が。今一生懸命守備力上げてる最中だからな。笹本は今、あーどうしようかな。いや練習試合だからな、思い切ったことやろう。1年生にちょっと4番任せてみようか。思い切ったことしてみましょう。よし、では、今回はここで終わります。終わり、バイバイ。